トリオ、トーマです。100以内チャレンジイエイ。ということで今週もやっていきましょう、100以内チャレンジ。入れなかったら Y ポイントゼロルール。今日2本目やね、1本目レバーオン T シャツね、販売して、動画も先ほど上がってるんでね、ぜひ見てないという方は関連動画になったからね、見てみてください。なかなかいい仕上がりになっております。はい、ってことでもう宣伝はいいでしょう。中身いこう、ドン。先週やね、先週59位、うわーもう余裕だわーでもなかったし、あーやばいやばいやばいでもないっていうね、なんか複雑だったわ、どうしてくれんのこの気持ちっていう感じやったね。なんかまあ大丈夫じゃないみたいな感じで終わってたわ。うん、まあこの調子でね、今週も行きましょう。今週は84万 Y ポイントやね。まあイベントあるからちょっとは減るだろうけど、さすがに多いからね、まだ負けるわけにはいきません。行きましょう、レディーゴー。さあ行くぞ。よし行こう。まあ今週イベントがあるからね、まあその新しい妖怪を使うっていう可能性もね、まああるかもしれんけど、まあとりあえずやっとこうかな。クリスタルイケメン犬もそんな感じやったよね。うん、でも一応ね、まあ一応やっとくって感じかな。今週はスザクかメリオダスス。メリオダスス、スザクかメリオダスやね、どっちかやね。まあただスザクはね、俺スザク苦手なんよね。去年唯一100以内入れなかったのがスザクだったかな、一番最初。うん、ちょっとこれ張り切りすぎたくない？大丈夫？これってイケメン系いなくない？大丈夫？救えそうやね、こんなキャラで救えるか。オッケーってなって、で大丈夫かな、大丈夫かな。下行けよ、下行けよ、下行けよ。どうやるの、落ちてこないよ今回。そう、今回落ちてこないよ、落ちてくる系がいないから、もうここ繋ぐしかないよ。こういうことよね。スザクもう忘れたまであるわ、どんなやつだったっけこいつ。横に消えるやつだよね、ちっちゃいの消えて、あ、オッケーオッケーオッケー。こんな感じよね。なんか、フィーリングでいこう、フィーリングで。こんな感じよね。で、これ消したら、あ、オッケーオッケーオッケー。で、下でかいから、これ。下でけえやつだから。オッケーオッケーオッケー。これでいいよね。これでいいはず。あ、1個。1個あってよかったね。これ。1個あってよかったわ。危ねえ。160、160。なんで2回言った？え、待って、これ、大丈夫か。オッケー。これで、ダメージいくの？あ、いくな、やっぱり230万。でこれもう一回打てるもんね、猿でも。でこれでどんぐらいいくの？待って、300万ぐらいいってなかった？280万ぐらいだね。あ、やっぱ強えわ。そうなんよ、俺苦手なんやけど、スザク結局強いんよ。だからそのなんていうのかな、嫌いになれないとこだよね。君強いんかーいっていう感じよね。ちょっと多くないか、今褒めたから多くないか、褒めたからいっぱい降ってきて多くない、みかん畑みたいになってる。どうすんのこれ、どうすんの、どうすんの。ちょ待って、これやばくない？大丈夫？下行く、下行けよ、下行けよ。あー、まあ1個損失なら許そう、許そう。あ、ちょっと今じゃ、じゃあじゃあじゃあやり直す、やり直す、やり直さないか。そうか、やり直さない、そうだよ、ね、これちょっとミスったんだけど、これちょっと足怪しいわ、これ、これ怪しい気がする。ど、頼む頼む、もうだよね、知ってたよ、今なんかそんな気がしたよ、2個消えちゃったもん。ああ、ミスったわこれ。違う違う、なんか調子が悪い、ちょ調子、様子がおかしい、様子が、様子がおかしいまである。え、これなんかさっきよりしょぼくない？一発目、1フィーバー目よりしょぼくない？でもそれでも200万ぐらいはいくんか。それでもいくのか。それは強いな。うん。これで？あ、230。あ、やっぱちょっと少ないね。ちょっと少なかったけど。なんか調子が悪いな。まだ大人の指になってるまである。これプニか。あ、プニか。今気づいたわ。あ、これプニプニだったわ。勘違いしてたわ。これいけんの？ちょっとやっぱ難しいよ、やっぱりスザクって。だって落ちてこないしさ、ごまかし効かないしさ、終了って。そんなにテンション高く言われても、そんなにテンション高くないよ。ちょ待って、ちょ待って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 、これクリーケいけない、クリーケいない、クリーケいない、俺のクリメン、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 頼む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 、ワンダホー。何個損失か、
ちょ待って待って、やばい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 、どうなった今、どうなったどうなったどうなった、教えてくれ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 よ、どうすんだよ、なんでイケメン犬繋いだ、それ謎すぎるやろ、ちょ待って、これダメじゃないこれダメじゃない、これたまんのかな、このでかいやつで14サイズ以上ある、これあるんかい、あぶねー、あまあまあでもほら最低限はさ、これ落ちてこいよ、あ落ちてこない、あでもこれでいいのかこれでいいのかこれでいいのか、危ねえ危ねえ、一人で興奮してた、まあ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 、まあまあまあこんなもんよ、スザクは、まあ、スザクはこんなもんよ、本当にダメなのスザク、これでどうなんどうなん実際、上がわ10億ギリ、これダメやな多分、23億、これダメじゃない、これダメでしょこれ、えダメだわ、え多分これもうスッていくけど、これ多分スッていくけど全然ダメじゃない、いや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 、100以内チャレンジワイポゼロやん、もうやんワイポゼロやん、いやいやいや、ちょバッキャロバッキャロ、オッケー、メリオダスでよくね、結果絶対メリオダスの方がいいっしょ、頼むよワンダホー、 OKOKOK で、ジソン休憩入れて、で、あ、ちょっとミスって、まあ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 、3発撃てればとりあえずいいから、で、チャンスがあれば4発撃つみたいな感じでいけば全然メリオダスでいいっしょ、 OKOKOK これでいい、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 うん、で最初はまあダメージ上がる系やからね、メリオダス、ダメージしょぼいけど230万ぐらいだったかな、しょぼいけどこれ上がっていくから、いつか結果やっぱりメリオダスでいいまであるわ、スザク俺みたいに、スザク俺みたいにもうわけわからんわっていう人はこれメリオダスでいいまである、頼むよ、あーちょっと早くない、僕ダンブルいなくないと、やれやミスったわ、またやり直すの、頼む頼む頼む、レバーを、どうだってきた、お前天才すぎるやろ、今見た、今やばくない、やばくはないだろ、別に、え、でも危な危な、スコったわ、ちょっと待って、今4発いけなくない、これでも、まあ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 いいか、ファンフィーバー目4発いこう、じゃあ、あ、ミスったわミスったわ、ダメだわ、3発だわ3発だわ、また3発か、俺はでもほらダメージめっちゃ上がってない、300万いったんじゃなくて350万やばくね、やっぱメリオダス強ない、でこれ多分サンフィーバー目にもしだよ、もし4発打つことができれば多分30億ぐらいいくぜ、いくぜ多分、あちょ待ってって待ってよ、待って、頼む頼む頼む、よし、ごめんごめん、ちょっと荒かった、ちょっと荒かった、え、待って、どこ膨らんだ、え、0個、え、0個じゃない、0個損失、あ、違う、4個損失した、え、0個はきついわ、え、4個損失、え、ちょ待って待って、は、ずる、え、待って、でもなんか救えたくね、え、0個なのに救えたくね、あ、3発いったわ、まあ4発はちょっとさすがに1個も膨らまなかったよね、今多分 OK、 あ全部3発になっちゃった、でもまあ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 、でもほら350万ぐらい、ダンドリー聞いてた、大丈夫かこれね、でもさっきよりはいったんじゃない、さすがに、うーん、どう、29億、ほら3発3発3発でも29億よ、俺メリオダスだわ、俺メリオダスの方がいいわ、まあとりあえず100以内は入ってんじゃない、最低条件のまんま、これはちょっとピンチだけどね、ピンチだけど、まあ多分うまくいけばメリオダスもう一発撃てるから、まあまた新しくイベント始まってね、その妖怪使うってなったらね、スコアタの方も動画上げていきたいなと思います、はい、ってことで本日は以上になります、よろしければチャンネル登録、そして評価の方ぜひよろしくお願いします、 Twitter、 ミノティブの方もやってますので概要欄からフォロー待ちします、また次の動画でお会いしましょう。